絞り玉、ね、何を狙うか。なるほど、ね、それだけです。空振り、高めのスライダーでしょうか。これで 2-2 になって、松井さんでしたら今日のノーに何を狙っていきますか。もう追い込まれてますんで ねもうやっぱりもうストレートに合わせてね、はい、あとはもうね、対応するしかないですね、他のところはね。コースのボールカットしていきました。まさに松井さんからもシンプルに来たそのボールをしっかりとスイングしなさいということを、ではもらったと、その言葉をもらったとそう話をしていました。そのスイングができるかどうか。左方向は三遊間、飛びついた鳥谷、しかし投げられない。ツーアウト満塁、阿部もつないだ、つないでつないで満塁。必ず中西ピッチングを見せました。この後はロペス、一発が出れば同点。満員が集まります。いやカウント、あのカウントだから松井さん、反対方向に阿部がつないでいきましたね。さすがですよね、さすが。あのバッティングができるのね。なるほど。これでも、やはり高打率を残すね。残せるところだと思います。なるほど。もう一度ご覧いただきましょう。阿部さん、このバッティングはいかがですか。いや、阿部本来の調子ではないと思うんですよね。そうですか。さっきの空振りの力とか、はい、ファール見てると、まあ、全然本調子じゃないと思うんですよね。で今のもなんとかトライついてね、サイドバックの展開が全く阿部本来の調子の形ではないんですよね。だからその中で、まあ、本当によく使えたっていう方がね、言い方が正しいと思うんですけど、はい、ここ楽しみですね。さっきロペスのエラーからね、4点入りましたからね。そうでしたね。その思いは間違いなくあるでしょう。初球を待ちます。ボールです。杉山さん、はい、阪神の涙ですけれども、ね、巨人打線には、ね、2人の4番バッターがいるんだと、はい、村田選手と阿部選手で、この2人の4番バッターがチャンスメーカーになっている分にはいいの、はい、この2人が、ランナーに出てたまって、ただその後は後続を打ち取ればいいんだという発想で、この6番バッターと勝負をしているという発想を持ってたので、そうですか。ということはその辺りの思いを胸に今ロペスと対峙していると。この打球はどうか、センター下がる、センター下がって、どうだ、フェンスで直接当たりました。1人ホームイン、1人ホームイン、3人目阿部慎之助が入ってきた。1点差、一気に1点差。オレンジのタオルがぐるぐる回っています。抑えればいいというのに、しかしスリーを取れました。松井さん、外の低めのボール、そうですね、うまく打ちましたね。ロペスの意地のバッターじゃないですか。先ほどファースト守備のエラーがあって、その後1と4点を取られました。大きな声を上げていますノセロペス。去年はこの人の来日第1号がジャイアンツの最初の得点でした。来日2年目、去年は他の球団を経ずに入団したジャイアンツの外国人選手では初めて3割を超えたという記録を残したロペスが1点差に迫るタイムリーツーベース。さあ、先ほど来日初ヒットのレスリー・アンダーソン、タイムリーな同点。三遊間に運んでいきました。反対方向、
びする不思議なエレベーター。努力とは快感、快感じゃないですか。へー、だから苦しくないですね。大人の生、札幌生ビール黒ラベル。あと3分でプレゼンか。今から何もできないっすよ。痛くてさ、その辛い痛みに EX プラス、動き出せ目肩腰、アリナミン EX プラス。これいいな。まず前線はお前が攻める。自分は魔法で素敵です。相手強くない？ですよね。なんだ、自分寝落ちします。おやすみ。海洋の僕のワックス。しましょう。